鈴木春信、汚染茶屋、笠森汚染から1827年2月24日は、江戸や中の笠森稲荷門前の水茶屋、鍵屋で働いていた、看板娘で、鍵屋、五平の娘。明和年間、戦争時奥山の幼児屋、柳屋の、看板娘柳屋お藤と人気を二分し、また、加藤エビアンの随筆によれば、二十軒茶屋の水茶屋、ツタ屋の、 看板娘つたやおよしも含めて、江戸の三美人の一人としてもてはやされた。1763年頃から、家業の水茶屋の着身女として働き、評判は良かった。1768年頃、姿勢の美人を題材に錦絵を手掛けていた浮世絵師、鈴木春信の美人画のモデルとなった。その美しさから江戸中の評判となり、 太田南保が、半日間はで、谷中笠森稲荷地内,内水茶屋女汚染美なりとて皆、瞳に行きとしるし、向こう横丁のお稲荷さんへ一線挙げてざっと拝んで、汚染の茶屋へとて丸リウに歌われ、汚染を題材にした狂言や歌舞伎が作られるほど一世を、風靡し、汚染見たさに、笠森稲荷の参拝客が増えたという。また、鍵屋は、美人画のほか、手拭いや絵像師、 すごろくといった、書ょ汚染グッズも販売していた。1770年2月頃、人気絶頂だった汚染は突然、鍵屋から姿を消した。汚染目当てに訪れても店には、老齢の父親がいるだけだったため、茶ゃがまが、夜間に化けたという言葉が流行した。汚染が姿を消したのは、幕府旗本お庭番で笠森稲荷の地主でもある、倉地正之助のもとに嫁いだためで、 九人の子宝に恵まれ、長寿を全うしたという、文政十年一月二十九日死去した、去年七十七。現在、汚染を葬った墓は、東京都中野区上高田の証券寺にあり、その墓石は1994年に、中野区登録有形文化財に登録されている。ありがとうございます。